森下拓は、将棋騎士。花村元次九段門下。騎士番号は161。福岡県北九州市国楽出身。竜王戦一組通算17期。順位戦 A 級通算10期。小学4年生の正月に父に教わり、将棋を始める。わずが1年8ヶ月後の1978年、12歳で、 奨励会に合格し入会。福岡に住んでいたため、祖母と共に上京した。1983年9月に17歳でプロデビュー。以来、後に、ハブ世代と呼ばれる騎士たちと共に、チャイルドブランドの一角として、活躍。以後も長年にわたって、順位戦 A 級、竜王戦一組に在籍し、棋戦優勝も重ねてきた。しかし、タイトル戦で、 ハブヨシハルに挑戦して何度も敗退するなどの結果としてタイトル獲得歴がなくシルバーコレクター無冠の帝王の異名を持つ。1984年第26期王位戦の予選を4連勝で勝ち抜いてリーグ入りし、頭角を表す。なお、この王位リーグでは2位タイの成績を残したが、同性の中原誠との残留決定戦で敗れ、残留に失敗している。 第47期 C 級2組順位戦で9勝1敗1位の成績を収め、順位戦初昇級。同時昇級者は、日浦一郎と佐藤康光。1990年、新人王戦の決勝3番勝負で、王の81優を2から0を破って優勝。第6回転の王戦で優勝1991年、全日本プロトーナメントの決勝5番勝負で、 桐山清澄を3から1で下して優勝。2007年、第28回 JT 将棋日本シリーズで、渡辺明龍王、佐藤康光 JT 敗破者、森内俊之名人らタイトル保持者を連覇して優勝。2008年、第29回 JT 将棋日本シリーズは、決勝で弟,弟弟子の深浦光一王位を破って2連覇し、自分でびっくりしましたと語った。 しかし同年の順位戦では4勝8敗の不振により B 級2組への陥落が決定した。2018年3月4日、B 級2組順位戦10回戦で中村治球団に敗れ C 級1組への高級が決定した。商談規定は将棋の段級を参照。竜王戦と順位戦のクラスは将棋騎士の在籍クラスを参照。平成10年版。 将棋年間、ハット ABCD、選挙区もの指導対局で培った、直感力。森下拓九段に聞いた、師匠、花村元次九段との思い出将棋コラム、日本将棋連盟。www.shogi.or.jp。2020年12月22日閲覧。ABC、森下拓さん。 関弁連が行く関東弁護士会連合会。www.kanto-ba.org.2020 年12月22日閲覧。藤井七段が16歳初白星、無冠の手を盛りした球段破る。日刊スポーツ。2019年6月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年6月8日閲覧。当時、 講師として出演していた NHK 将棋講座の中での発言。AB 師匠の花村は奇抜な攻めの手を指すことを好む騎士であり、また、機械には珍しく、弟子に将棋を教えることが非常に多かったらしい。森下の受けの強さは、その花村の攻めを受けている間に身についたものであるという説がある。豊島七段の超速将棋が光った電王戦。 第3局詳細レポート。角川スキー総合研究所。2019年6月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年6月9日閲覧。森下拓球団。将棋電王戦出場のプレッシャーを正直すぎるほど、正直に語る、豊島さん。負けてくれないか。将棋ワンストップニュース。森下拓球団。愛足の朝ドラ出演に、びっくりポン。 スポーツ放置。http w w w c o j p e n t e r t a i n m e n t 2 0 1 6 1 2 8 h t 5 0 1 4 h t m l 2 0 1 6年2月7日閲覧。ab 森下球団の長男、なった。第一、朝ドラ、朝が来た出演スポーツ放置2016年1月27日閲覧。 森下球団と、長男大地が初共演将棋会が、舞台の NHKBS ドラマ仕事への理解深め、互いにリスペクト。スパニッキーアネックス、https、www. スパニッキー COJP、エンターテインメント、ニュース、2019、01、16、記事、2019万 115S0004100033000 00。 CHTML2019 年1月23日、閲覧。森下拓球団、長男、大地が、NHK ドラマで親子初共演息子の成長に、喜び。スポーツ放置。https、www.hojp、エンターテインメント、2019115-1。 T5270HTML2019 年1月23日、閲覧。藤井聡太七段、最年少タイトル獲得。将棋と囲碁学力アップの軍配は、鶴野武白ら語る。デイリー新調。2020年7月20日閲覧。アスキー、森下九段が惨敗した、小田原城決戦、電王戦詳細レポート。週刊アスキー。 2020年12月22日閲覧。ABC 坂本博史。最前史を指し続けても、将棋が終わらない将棋電王戦リベンジマッチ観戦期、後編。日刊 SPA。2015年3月21日、閲覧。電王戦法棄制マッチニコニコ。電王戦法棄制マッチニコニコ動画。2020年12月22日閲覧。ありがとうございます。